最後に登場していただいているのが聖果女子高等学校吹奏楽部の皆さんです。それでは演奏前に私から簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。吹奏楽コンクールマーチングコンテストをはじめ各種イベントや地域行事に出演し音楽の楽しさや感動を伝えることを目標に年間の演奏回数は数十回にも及んでいます。中でも1年の集大成である定期演奏会は2日間の4回公演で見せて楽しませて感動するステージを目指しコンサートだけではなくミュージカルや合唱マーチングに取り組んでいます。受賞した賞を紹介するには少し時間が足りませんので私から抜粋してご紹介させていただきます。平成24年度は11月に名古屋国際会議場で行われた第60回全日本吹奏楽コンクールにおいて8回目の金賞を受賞。また11月に大阪城ホールで行われる第25回全日本マーチングコンテストにおいても14回目の金賞を受賞しました。また12月16日に埼玉スーパーアリーナで行われた第40回記念マーチングバンドカラーガード全国大会においても金賞を受賞しました。日本国内だけではなく海外でも多くの賞を受賞しています。全国でもトップクラスのバンドの演奏を皆様どうぞごゆっくりとお楽しみください。それでは聖果女子高等学校吹奏楽部の演奏です。チェリオマーチを演奏させていただきました。チェリオとはチアという意味がありまして、あのチアガールですね、応援という意味がありますので、皆さんも楽しんでいただけたかなと思います。次にお送りします曲がオールディーズメドレーという曲で、そうですね、60年代のアメリカのヒット曲をメドレー形式で、演奏させていただきます。上の方でこの
ステージの方で、カラーガードが演奏してますので、皆さんももしよろしければ体を動かしていただいたり、移動とかフューとか言っていただけるとこちらも元気出てきますので、よろしくお願いいたします。良くなればいいかなと思って演奏したいと思いますので、皆さんも手拍子しっかりしながらやっていただけたらなと思います。それでは風になりたいお送りいたします。
ほどのようなちょっとアイドル系まではいかないんですけども、昭和アイドルメドレーを演奏したいと思います。多分今座ってらっしゃる方、立ってらっしゃる方で、あ、懐かしいなと思われる人もいると思いますが、生徒たちにとってはとても新鮮な曲になっていますので、これもちょっと振り付け、ダンスをしながら演奏したいと思います。ですね、実は今日先ほども紹介があったんですけども、マーチングコンテストの方に、私たち出てるんですけれども、今日そのマーチングの講習会が終わった後ですね、百何十人の生徒は、有限寺体育館の方でそのコンテストの練習をしています。それで実はですね、この中ほとんど 1,2 年生しかいないんです。でなかなかこういう機会がないので、これはチャンスだということで、 1,2 年生とガードの方に、3年生が1人だけいるんですね。1年生ちょっと手を挙げて、はい、どうぞ。はい、2年生、はい、もうこんな感じなので、もしかしたらちょっとって思うお客様もいるかもしれませんが、温かい目で見守っていただけたらなと思いますので、最後までお付き合いください。それでは昭和アイドルメドレー演奏したいと思います。出てきますので、4曲続けて演奏したいと思います。
ちょっと後ろの方で見づらいかもしれませんが、全部お父さんお母さんの手作りという
すごい品が出てきますので、そちらにもご注目いただいて、演奏を見たり聴いたりしていただけたらなと思います。もうちょっとですかね。ですね、今日何を喋ろうかなと思っていろいろ携帯でこうやって見てたんですけれども、なんで今日23日宅建協会なのかなと思ったら、不動産の日っていうのがあって23不動産らしくて、へーと思ってですね、自分教員になるまでは祝日とか特にそんなに気にしてなかったんですけど、教員になってこう生徒たちの前ではあんま喋らないんですけど、こうやって話す機会が多くなって、こう Google 先生にいっぱいお力をもらってですね、調べたりして、ああ こんな日になってたんだっていうのを初めて知って、ちょっと得した気分になりました。準備は大丈夫ですかね。じゃあ始めちゃいたいと思います。今日は本当に短い間でしたが、本当にありがとうございました。最後まで、じゃあ最後の曲を演奏したいと思います。
聖火女子高等学校吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。さて皆様、心に響く演奏そしてダンスいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。本日お昼13時から行ってまいりました第2回よかまち福岡も終了のお時間となりました。